いよいよ最後のジムバトルとなりました。相手をするのはスペジムの面々です。最初の対戦者はエリートトレーナーのしおりです。動けません。さあ、この眠りがバトルにどう出るか。ここでポケモンを交代します。ここでミュウの登場だ。さあ、この場面でなんと渦の中に閉じ込められた。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。いった、狙い的中。さあ、ここで歩いた。なんと、これは逃げられない。両者とも大健闘です。ここで体力回復だ。これはどうだ。歩く一発。ようやくしつこい攻撃から解放されました。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで自陣攻撃、弱点をついた。さあ、っとダウン。さあ、次のポケモンを準備です。ここでゴルダックの登場だ。白熱したバトルが続いております。強い攻撃、いい当たり。さあ、これはバトルが展開されております。鋭い攻撃、よし、ヒット。さあ、今度はおっと、これはいまいち。というほどの攻撃だ。さあ、熱戦が続いております。ここでサイコキネシス、やっと力尽きたか。さあ、出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでドーブルの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ、激しいバトルです。ここで一発、すごい刺激。軽く当たった。両者とも大健闘です。これで決まるか。入った。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。
手はエリートトレーナーのケイスケです。手強い相手になることは間違いなし。さあ気合を入れて挑んでほしいところ。ここでカメールの登場だ。この攻撃ヒット、いい感じです。おっと、特殊防御力がダウン。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。ここで10万ボルトだ。おっと、このポケモンではマスカットか。ここでノックアウト。さあ今度はどのようなポケモンが登場するのか。ボールが開いてポケモンが姿を現します。現在のところ残るポケモンは3対2。いった、よし、ヒット。この攻撃、攻撃をものともしていません。さあ決戦が続いております。強い攻撃、いい当たり。さあこれは、さあ、さあ両者とも体力が尽きてきたが、指示が出揃って、ここでサイコキネシス。よし、当たった。あー、ノックアウト。さあ一方的な試合が展開されております。ここでリザードの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。両ポケモンの間に体力の差がついております。戦う構えに入って、ここで体力回復だ。これはどうだ。歩く一発。さあ激しいバトルです。ここで体力回復だ。さあ今度は、おっとこれはいまいち。両者とも大健闘です。ここで波乗りだ。これは有効だ。これで勝者決定です。ここで試合終了。ドラゴンタイプのポケモンの攻撃をかわして勝利を手にしてほしいところ。さあまずは、よし、ヒット。さあこちらは
熱く当たった。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあこれはいい当たり。さあこの場面でさあっと巻きてしまった。さあ熱戦が続いております。さあここである人、ここで体力回復だ。白熱したバトルが続いております。この攻撃軽く一発、おっとここは動けません。さあ熱いバトルが展開されております。これはどうだ、急所を捉えた。ここで体力回復だ。さあ激しいバトルです。今両者戦闘態勢に入って、ここでポケモンをチェンジです。ここでミュウの登場だ。さあ今度は小さなダメージ。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。ここでサイコキネシス、ここでノックアウト。さあ今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここで電流の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。さあこれはアルクアだった。いった、おっとポケモンの選択は誤ったか。なんとあっけなく倒れてしまった。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでサイドンの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1。ここで体力回復だ。さあここである一撃、白熱したバトルが続いております。この攻撃弱点をついた。この攻撃軽く一発。さあ熱いバトルが展開されております。ここで冷凍ビーム、よし当たった。これで残るポケモンは0となりました。ここでステージクリア。